ラルマドリードはラファエル・レオンにサインするチャンスを提供した。ホルヘメンデスは、チェルシーのターゲットであるラファエル・レオンをレアル・マドリーにオファーしたと伝えられている。ラファエル・レオンは、スポルティングで優秀な候補者だった時から、長い道のりを歩んできました。そして、ポルトガルの選手はそれ以来振り返ることなく、クラブと国にとって非常に重要な人物としての地位を確立しています。23歳の彼は、 ミランがセリエ A のタイトルを獲得したとき、イタリアで最高のパフォーマンスを発揮しました。今シーズンのミランのパフォーマンスはかぐわしくありませんが、32試合で9ゴール10アシストを記録しています。デアル・マドリードは夏の移籍史上で多彩なストライカー史上に参入する可能性が高い。これは、今シーズン、カリム・ベンゼマが体調不良に苦しんでおり、カルロ・アンチェロッティが信頼できるフォワードを探しているためです。この話題についてどう思いますか デアル・マドリードでラファエル・レオンに会いたいですか有名なジャーナリストのファブリツヨロマーノはエデン・アザールの主張を確認しました。エデン・アザールは今回、デアル・マドリーでのキャリアを終える可能性がある。このベルギー人選手は2019年にチェルシーから1億ユーロで移籍した後、負傷によりスペインでの時間を台無しにしてしまったため、マドリッドで永続的な影響を与えることに常に苦労してきました。アザールは カルロアンチェロッティがロス・ブランコスで役割を果たせなかったことへの失望を公然と認め、距離を置いた。体調は万全であるにもかかわらず、32歳の彼はワールドカップから戻って以来、ラリーがまたはチャンピオンズリーグの試合で1分間もプレーしていません。遺跡の専門家であるファブリッツヨロマーノは、この夏に契約の最後の12ヶ月を迎えるため、すべての関係者について決定を下す必要があると語った。 デアルマドリードはアザールを去る準備ができている。デアルマドリードもアザールを退団させることで、巨額の年俸負担を取り除きたいと考えている。